オリンピアは1935年から第二次世界大戦による中断を挟んで1953年までと1967年に復活してから1970年までドイツの自動車メーカーアダム・オペル社が生産した小型乗用車である。オリンピアの名は初代登場直後の1936年ベルリン2代目復活の5年後に予定されていた1972年ミュンヘンの 両オリンピックにちなんだものである。初代オリンピアは1935年2月のベルリン自動車ショーで発表された。ドイツ製量産車では初の全構成モノコック構造のボディを持ち、オペルは新しい生産工程が必要なこのオリンピアの生産化のために、その本拠、デュッセルスハイムに600トンのプレス機を備えた新工場を建設したほど力を入れていた。 このボディはスタイルに関してもサイドステップを廃し、ヘッドライトを車体と一体化、全体のフォルムも流線型に近づけた、当時としては大胆なデザインであった。前輪サスペンションには、親会社の米国 GM のシボレーや、先代の1.3。ボディスタイルは2ドアのセダンとカブリオレの2種類であった。エンジンは、サイドバールブ 1288cc24 馬力と、響きながら、 8 3 5ラムと軽量なため最高速度は時速9 5トルと当時としては十分な性能を発揮した。ギアボックスは当初3足フロアシフトであったが1937年モデルから4足に改良された。オペルとしては新技術を大胆に採用したオリンピアは最初の2年間に8万1661台が生産された後、 1937年後半にマイナーチェンジを受けて OL38 型に進化した。最大の変更点はエンジンで新設計のオフ 1488cc に拡大、最高出力は37馬力となり、最高速度は時速 112km に引き上げられた。ボディはより流線が高され、4度セダンもラインナップに加わった。 1940年までのオリンピアの累計生産台数は初代を含めて16万8000台以上に達した。オリンピアはドイツの友好国であった当時の日本にも輸入され、1940年前後にトヨタ自動車、日産自動車がいずれもオリンピアの影響を感じさせる小型乗用車を次々に試作するなど、勃興期にあった。 日本の自動車技術にも影響を及ぼした。第二次世界大戦開始後の1940年、アメリカ資本のオペル工場はナチスドイツに接収され、軍用トラック生産のために、オリンピアを含むオペル乗用車の生産は途絶えた。なお、オリンピアの1.5リットルエンジンは、1941年から NSU が生産した全一輪式の軍用小型搬送機車。 欠点クラートの駆動用エンジンとして若干の改変の上で供給されている。戦時中、デュッセルスハイムのオペル本社工場は連合国の空襲で大きな被害を受け、戦前と同一のオリンピアの生産が再開されたのは1947年であったが、ボディバリエーションは2ドアセダン1種類であった。 1947年から1949年までに25,952台の OL38 型が生産された。1950年1月には最後のマイナーチェンジを受け、フロントグリルが1930年代以末のアメリカ車を思わせるデザインとなった。戦後の混乱も落ち着きを取り戻し始め、2ドアセダンに加え、2ドアかぶり折レ、2ドアステーションワゴンも追加された。 このモデルは1950年代前半の日本にも東方モーターズによって輸入され、輸入車としては比較的手頃な価格とドイツ製品への信頼感から人気モデルとなった。1953年にオリンピアレコルトに交代するまでに約16万台が生産された。1953年以降1960年までのオリンピアレコルトについてはオペルレコルトの功を参照。 二代目二代目リアビューオリンピアの名は1960年以降、レコルトが独立したモデル名として用いられるようになって途絶えていたが、1967年になって、カデット B の上級モデルの名称として復活した。カデットのボディ前後を改め、車体バリエーションを、ファストバック風の2、4ドアセダン、2ドアクーペに限定、エンジンは 1100cc44 馬力も選べたが、 主力は 1700cc75 馬力と 1900cc90 馬力であった。このモデルはあまり人気を呼ばぬまま、1970年にはカデットとは別設計のオペルアスコナに発展、復活したオリンピアの名はわずか3年で消滅した。このモデルも日本へ東方モーターズによって少数ながら輸入された。ありがとうございます。